どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせ動画です。はい、ちょっと以前も、ちょこちょこ案内してるんですけど、2019年の7月6日代々木公園で行われているアースガーデンというイベントの中の時間帯、代々木公園の大ステージで毎年、今年で3回目になりますけど、千人ガズレレー、こういうイベントをですね、まあやっております。今年も7月6日に開催されます。で、なんとですね、まだちょっとタイムテーブルが決まんないんですよ。これがまた。で、そのタイムテーブルが決まったら、事前練習をして、ね、本番直前練習会です。みんな1000人集まってくれると嬉しいんですけどね。とにかく参加表明も必要いらなくて、動画でその曲を今からね、曲をお知らせするんで、その曲練習してきて、代々木公園のそのイベントで1000人で歌おうっていう毎年恒例の3回目のイベントなんですけどね。はい、話がちょっとごちゃごちゃになった。とにかく今曲だけは事前に、この曲やるから練習してきてねっていう動画を今ここにアップロードしようと思います。はい。で、時間と場所とかその辺はまた改めて動画でお知らせするんで、ひとまず、曲を今日シェアしたいと思います。で、このことね、もうブログに書いてるんで、ここをちょっとブログ読んでもらうと詳しく書いてあるんですけど、まず曲名公開しますよ。まず1曲目。365日の紙飛行機。はい。365日の紙飛行機やります。これはね、みんなで歌おうねって感じですよね。はい。2曲目。なんと、パプリカやります。はい。オリンピック、いよいよ来年ですからね。これみんなで歌、まあ、キッズたちにも大人気だし、踊りも踊ってくれる人はいたら嬉しいなと思います。代々木公園の大ステージでこのパプリカ歌ったらきっと気持ちいい。だけど、ちょっと難しいかもしれないんで、まあまあ、今から練習すれば大丈夫ですからね。はい。パプリカリンク、ここ貼っときましょう。はい。はい。その次。ルージュの伝言やります。ルージュの伝言って言ったらもう日本の大定番曲ですから、ユーミンのね。あの曲は結構コードも4つしか出てこない。簡単ですから。はい。あれで盛り上がろう。はい。で、次はですね、あ、これがまたね、ちょっとガズさんも冒険したもんでございまして。ガズさんが先日作った出来たてほやほやの曲、ガズレレソング。もうこれやっちゃおうと思います。もうなんとか覚えてください。もし、覚えきれない方はもう一緒になんか、ね、僕、ガズさんの手見ながらでも一緒に歌いましょう。ガズレレソングのリンクはここに貼っときますよ。これはね、ぜひみんなで歌いたい曲なんです。気持ちがいいんですよ、この曲は。自分で作ってるんでね、当たり前なんですけどね。はい。よろしくお願いします。はい。で、5曲目、最後の曲です。これはですね、もう、千人ガズレレといえば、いつもこの曲で超盛り上がるやつです。日曜日よりの使者。これはですね、コード3つしか出てこない曲ですから、これで本当にね、代々木公園の大空の下で、1000人で歌って一つになろう。これがね、いいんですよ。ちなみにですね、昨年の模様、写真ちょっとのけときました。ドーン！はぁ、これまた今年もやろうね、みんな。これね、見てるとテンション上がるんですよ。はい。そんな感じで、今から練習してください。あと1ヶ月以上ありますからね。1ヶ月あれば5曲いけると思うので。人によってはカンペを作ることを考えるのもいいかもしれませんよ。カンペ見ながらやるのも OK です。まあでもできればね、数曲はその中から覚えてもらうのが、すごく。いいと思いますんで、それを覚えるっていうことで音楽のね、レベルがドーンと伸びますから、ちょっとチャレンジしてみるのいかがでしょうか。5曲あります。はい、ここにテロップ書いておきますけどね。365日の紙飛行機、パプリカ、ルージュの伝言、ガズレレソング、日曜日への使者。この5曲、今からバッチリ練習しておいてくださいよ。はい。で、さっきも言ったんですけど、冒頭の方でここのホームページっていうブログのね、1ページ、リンクかけとくんで、見てください。はい。で、詳しくはね、このガズレレ .com、そこでも書いておきますんで、ホームページでいろいろ確認してみてください。うん、今から毎日10分15分、この5曲の練習をする時間を設けてくださいね。ははは。豊かな時間がそれも増えるわけですから。はい。楽しみですね。いよいよ、7月6日ですよ、土曜日。時間はね、今の予想だと12時から2時の間に本番の時間じゃないかというふうに、予想されますけれども、その辺のまあ時間帯で、まあもしね、時間的余裕ある方は11時過ぎぐらいから集まって、で、事前練習して、みんなでこう、意思を整えて、ね、このね、スピリットを、みたいな感じで、本番、いろんな人がいる前で、このガズレレでウクレレやると楽しいってことをこう、なんだろう、感じてもらうっていうか、まあもちろん我々もね、皆さんと一緒に楽しもうと思うんですけど、はい。1000人で1曲をやるとかね、やってみたらわかるけど、すごいですよ、なかなか。楽しみにしております。皆さん覚えてきてね、できれば。はい。ありがとうございました。はい。ホームページチェックしてくださいね。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。